番宣を迎えましたドミンゴ・センテナ。本日から一軍復帰です。 Happy Birthday ミンゴ and welcome back。 さあ今日の活躍みんなで期待しましょうね。 Let's goそして大変長らくお待たせいたしました東京ヤクルトスワローズマスコット30周年つば九郎の登場です。さあつば九郎ビスタでも大盛り上げということで今日はトラッキーとのコラボも楽しみにしますからね。はい、よろしくお願いします。オールスターでも、ね、トラッキーとつば九郎よく絡んでましたけども、今日も2人の絡みみんな楽しみにしてます。そろそろよろしいでしょうか。はいそれでは今日のつば九郎の一言をいきます。スーパーカラビドンズームアップ。はい、夏いアトゥ。はい、皆さん元気ですか。いいですか、コンディションいいですか。今日明日はトラッキー&タイガースガールズの皆さん来場で、はい、一緒に球場を盛り上げてくれます。よろしくお願いします。試合前にメモリアルピッチセレモニーで、そうなんです、ムクサムこと宮本さんとラミちゃんことラミレスさんがいらっしゃいます宮本さん、神宮今年2度目の始球式、それって石川投手神宮先発よりに多くないですかそうですね、ラミレスさん久しぶりです。テレビでは猫おじさん見てますよということでね、はい、ご覧になっている方もいらっしゃるでしょう。はい、初老2人の始球式、失礼な、どんなことが起きるのか楽しみです。はい、球団55周年記念の、メモリアルファーストピッチ、どうぞお楽しみください。次回は吉典投手がメモリアルピッチらしいよ。ほう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 、らしいよという情報ですか。このメモリアルファーストピッチってどうやって選んでるのかな。そうですよね、どうやって選んでるんですかね。まさか何ですか、オリンピックで見たぞこれ、あれ柔道のやつルーレットしてね、まさかそんな感じで決めてないと思いますけども、そうだったら面白いですね。くるくるくるって回るやつで決めてないよねとトラッキー、それはちょっと違うやつですねはい、ということで、はい、じゃあ今日のスターティングメンバーもくるくるでは、はい、決めません。はい、ということで今日のつば九郎の仕事でした。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。